国立環境研究所としての取り組みを教えてください。ですね、環境研究者は、研究者なんですけども、ですね、特にその気候変動適応法の中に書かれている内容はですね、いろんな科学的、情報の、収集、整理、分析、それから、提供というふうなことが、なんていうんですかね、使命として書かれているんですね。で、国全体として、いろんな計画だったり、いろんな研究データだったり、それこそ地域の情報だったり、いろんなものが存在しますが、それをですね、まとめて、国全体のですね、情報基盤としての、情報プラットフォームを作ってください。というふうに、大きな目標を掲げていてですね、それに向かって情報を集めたりですね、連携を深めたり、ネットワークを作ったりしているという状況ですね。当然、研究者なので、研究分野も、環境という分野が主になりますけれども、気候変動による環境変化みたいなものに対して研究も進めている。